綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、7番ホール106ヤードパー3です。9番で打っていきます。おヒヤヒヤさせちゃうヒヤヒヤゴルフ。やった、打ってくれた。あ、ブレーキかかっちゃった。うん、うん、OK です。はい、ありがとうございます。はい、はい、2パット4ボギーです。はい、では今日最後のコメント返しをしていきたいと思います。ひろきさん、お疲れ様でした。大会出場を目指す企画とかも見てみたいですね、というコメントいただきました。大会か、なんかそれはあれですね、目標でもあります。だからあれですね、最初はなんか簡単な大会から出れるように、簡単な大会からって言ったら語弊あるのか、なんて言うんだろうな、エントリーしやすい、そうエントリーしやす い, やすい簡単とかないんですけど、エントリーしやすい大会から出れるようになったらいいなって思います。はい、新一さん、2人ともお疲れ様でした。89素晴らしい。15番ホールのセカンド、つま先上がりのカット打ち、お見事、というコメントいただきました。すごい具体的に褒めてくれてる、ありがとうございます。2人ともお疲れ様でしたですって、山ちゃん、ありがとうございます。はい、もう本当に僕までねぎらっていただいて、ねぎらっていただいて本当にみんな優しいよね。優しいんですよね、すごい嬉しいです。このコメント返しの時間がすごく幸せです、いつも嬉しい。はい、で、トールさん、ラウンドお疲れ様でした。89ってすごいですよ、特につま先上がりのショットがめっちゃ上手かったです。次の動画も楽しみにしてます、というコメントいただきました。ありがとうございます。これですね、次の動画になるのは。ちょっと今日スコアにはなかなか結びついてないんですけど、でも結構ショットとかは、あのアプローチとか、あ、うまくできたっていうのも何個かあるので、ちょっとずつ積み重ねていけたらなって思ってます。はい、ということで皆さんコメントありがとうございました。すごい楽しかったです。またこの動画にもコメントお待ちしています。よろしくお願いします。はい、ということで残り2ホール打っていきましょう。頑張ります。いこう、パー5ですね。お、でも最後のパー5だけど、8番ホール、484ヤードパー5です。またまた長め、よし、はい、よいしょ、はい、セカンドショットですね。よし、
曲がんなくなっちゃったね。まあまあ前に進んでるんで全然大丈夫ですね。ちょっと出せてない。ここに押さなきゃ。148ヤードです。これが引っかかる。右に飛びやすいですね。うん、いいよ。危ない危ない。大丈夫、うん、大丈夫。そう、戻ってくるからね。そうそうそう。これがアプローチしたい。本当だ。おー、転がった。ちょっと転がってほしい。よし、上手い人になってる。上手い人になりました。うん、ここだけだ。順調に運べてますね。OK です。はい、ありがとうございます。ボギーです。あの距離入れたいよね。なんか今日もなんかこうね、下りだと弱気になって上りだと強気すぎちゃう。下手っぴ。はい、ということで9番ホール242ヤードパー4です。短めのパー4ですね。うん、よいしょ。はい、ありがとうございます。うん、セカンドショットも頑張ります。セカンド130ヤード7番です。意外と飛ばなかったね。そうだね。はい、お疲れ様です。スリーオンでしょ。いくつだっけ。スリーオン、フォーパットでいいんじゃないの。フォーパットか。7か、出ちゃった最後。はい、ということで18ホールお疲れ様でした。今日はちょっとたくさん打ってしまったんですけども、そうですね、悔しい。本当にそれ言わないように言わないようにしてます今。そう、あ、でもすごいコメントをたくさんいただいていたので、それを読みながら結構楽しくラウンドアすることができたので良かったと思います。最後まで皆さんご視聴いただきありがとうございます。今度はまた四街道ゴルフクラブさんの方でラウンドをすると思うので、
その時はまた80台出せるように頑張るので、皆さん引き続き応援をよろしくお願いします。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。マリンでした。バイバイ。